はい、皆さんこんばんは、ニヤニヤでございます。本日は火曜日ということで、火曜日はちょっとね、このおもちゃウェブに掲載、このトピックスに掲載される開発者ブログを今後ちょっとね紹介していけたらなと思っております。本日もこのちっちゃい画面でも見てわかるように CSM のオルタリングの情報が公開されました。こちらを見ていきましょう。ということで、オルタリング形成試作品の紹介ということで、ちょっとね読んでいきますね。皆さんこんにちは、船仙です。ゴールデンウィークが明け、工場からオルタリングの型々形成試作品が届きました。本日はこちらを紹介しようと思いますっていう感じで、結構ねまだ塗装は途中らしいんですけど、これちょっとどうです、これすごっ、これでまだ未完成っていうのがすごいですよね。まずこちらの画像はトライ品と呼ばれる金型で実際に成形した試作品組み立て品です。未塗装の形成品ですが、 CSM はデラックスよりもパーツが細分化しているため、形成色だけでもオルタリングの基本的な色分けを再現できています。いや確かに、だってこれ塗装してないのにこれですよ。この塗装なしバージョンですでにデラックス版を超えるクオリティっていうのが怖いですよね。で、あとこれ裏面も以前設計図だけ公開しましたが、実際だとこのようになります。また電池蓋など一部脂肪加工がされていませんが、最終的には全面が脂肪加工されることで安っぽさが消える見込みです。裏面までこだわってるんですよ。で、これが前回言ってたその設計図というのがこちらなんですけど、この設計図がすごいですね。めちゃめちゃ作り込まれてるか、こんな、ちょっと見比べてみるとこんな感じなんですけど、もうまんま、そのままですよね。そのまま設計図が形になるっていう。これを見るとやっぱりその設計図の大切さっていうのがわかりますね。で、ちょっとここ、ちょっとここ見てほしいんですけど、ここにね、アギトマークが入ってるんですけど、で、こっちの、しっかりこっちにもね、アギトマークが入ってるんですよ。このこだわり、やっぱ、なんていうの、制作者のこだわりがわかりますね、この CSM っていうのが。で、このトライ品の状態を細かく見ていき、形状が設計データに対して崩れていないか、金型の傷はないか、成形が歪んでいないか、引けはないか、操作力に問題がないかなど確認します。さらに実際に巻いて飛び跳ねたり走り回ったり、あとは床に叩きつけたりして強度の確認を行っています。すごい、知ってました、みんな、こんな実際に巻いて走り回ったり、まあ、床に叩きつけたりしてるみたいですよ。いや、これね、いくら試作品とはいえ作った自分たち、まあ、工場でね作ってきてるとは思うんですけど、それを床に叩きつけるこの仕事って一番辛い、もう踏み絵と一緒ですよね。床に叩きつけて強度の確認って、これ結構心が痛いと思いません？で、かっこ、ただし CSM は対象年齢が3歳以上のデラックスと違って15歳以上の商品なので、強度の基準を下げて外観の再現度を優先したりもします。ということで、結構強度的に言うとやっぱりデラックス版の方が上っていうことなんですかね。まあ子供が使うから実際にほんまに投げたりすると思いますけど、大人はさすがに床に叩きつけたりとかはないと思うから、そこまでの強度はいらないっていうことですね。修正すべき箇所を一つずつリストアップし、工場に共有。工場は修正反映して再度サンプルを作成する。ということで、ということを数ヶ月かけて複数サイクルを繰り返し、徐々に改善箇所を積み重ねて完成に近づけます。いや、すごいな。で、生産時の樹脂流動性の問題で解決できない箇所も中にはあるんですね。やっぱりどうしても修正できない場所っていうのは出てくるんですね。そして下記はトライ品に工場で塗装をしたものです。はあ。
ちょっと塗装されてるような、確かにさっきのと違ってこの辺のなんか輝きがちゃいますね。いやでもこれだけでもすごいクオリティ。予約ページにある画像は、設計完了後に光造形といういわゆる 3D プリンターで出力した一点物に塗装したサンプルを撮影したものです。はあ、そうなんや。塗装も日本で行っているのですが、蒸気の画像は実際に工場で塗装したサンプルになります。一発目ながらかなりいい塗装ができていると思います。いやすごいですよね、日本でやってるんや。ここから微妙な色味の調整や塗装のはみ出し箇所、または塗り足りない箇所を見つけ改善していくという作業を行います。おー、かっこいい。これドラゴンズネイルの塗装もいい感じ。あ、すごいなこれ。でドラゴンズネイルはデラックスと、デラックスのそれと異なりプロップの造形を再現したため、参加者のベルト引っ掛け部分だけ後方に極端に伸びたカキの画像の造形になってます。はあ、あ、これでパチッてつくんですね。いやちょっとこういう画像見れるって嬉しいな。デラックスだとオルダリングの金色の部分まで、ここまで覆っちゃうってことなんですね。覆ってしまうような大きなカバーパーツになっていますが、 CSM はプロップの現状を再現したため蒸気のような造形になりました。対象年齢が3歳以上だと、この造形だと強度的に心許さないようにできますが、15歳以上を対象とした商品だとこれはプロップ現状追求されてデザインが出てるんです。3本の赤い爪もデラックスだとここまで尖らせることはできないですね。一応この商品でも触ってそんなに痛くないような、なるほどね、こういう細部にまでやっぱ子供用であればこだわらないと、なんか目に刺さったりとか、なんか子供ってすごい扱いするじゃないですか。僕の友達の子供もこの剣とかで思いっきりどつき合いとかしてるのを僕見たことあるんで、あれちょっとゾッとしますよね。なのでやっぱりね、ちょっと先が柔らかい素材じゃないとダメなんでしょうね。でもまあ大人版だとここまで鋭利に作れるっていうことですね。オルタリングはこのようにして外観を仕上げていきながら、現在音声プログラムの開発も、継続しています。9月発売に向け引き続きいいものを目指して取り組んでいきますので、お楽しみにお待ちください。次回は来週ですね、18日更新予定ということで、いや楽しみですねって言いながら、僕オルタリングはちょっとね予約してないんですけどね。でもこれ見るとやっぱ欲しくなるな。 CSM はねちょっとね大人の僕でもなかなか手が出せない代物なので、僕は今のところあのディケイドライバーしか持ってないので、ちょっと今後集めていこうかなと思ってます。平成2期ぐらいのものからちょっと集めていこうかなと思ってたりします。ということで今回はこちらで以上となります。来週また何か更新されましたら、僕の YouTube の方でもこういう感じでお伝えしていけたらなと思っております。ということでこちらで以上です。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。今回の内容が面白かったよって方はぜひ高評価とコメントをお願いします。このね、高評価とコメントがめちゃくちゃ励みになってます。ということで次回をまたお楽しみに。